はい、こんにちは。こんにちは。ではね、123期の出てきたばっかり新人さんの紹介をしたいと思います。山崎小羽選手、よろしくお願いします。お願いします。はい、では自己紹介お願いします。はい、登録番号5069番の山崎小羽です。よろしくお願いします。はい、出身は徳島県出身です。徳島県ですね、はい、今は群馬ですね。はい、はい、では選手を目指そうと思ったきっかけをお願いします。はい、父と母への憧れです。そうですね、もう昔から見てました。はい、見てました。はい、はい、ではね、次自分の長所、アピールポイントあったら教えてください。はい、スタートに力を入れて取り組んできたので、はい、そのスタート力を生かせればいいなと思います。おお、スタートの速い選手って言ったら、もう一番すごい昔はね、瀬能達也選手っていう人がいたんですけど、今誰目標ですかね、スタートを目標する選手は。菊池康平選手とか野中一平選手。あ、野中一平選手ね、若い人ね。はい、じゃあ、目標の選手、ライバルいたら教えてください。はい、目標の選手は山崎智也選手です。あ、お父さんね。はい、おお、かなり高いね、ハードルがね。はい、はい、じゃあね、目標、近い目標、将来的な目標あれば教えてください。はい、近い目標は早く水準差を上げることで、将来的な目標は、記念レースで活躍できる強い女子レーサーになることです。はい、もうここら辺はね、大丈夫と思います。はい、次にね、休日の過ごし方、どういう遊びしてます？休日の過ごし方は、はい、今はなんか書類とか、うん、まあ、教習所とかにも通わないといけないんで、うん、もう車がないと不便で、うん、不便なんで、はい、今教習所に通ったり、うん、まあ、ペラーを叩いたり、おーおーおー、あと必要な書類を揃えに行ったりしてます。はい、おー、教習所か。はい、あ、じゃあもう18になったのはいつ頃？10月です。10月7日だった。あ、じゃあなったばかりだ。はい、じゃあそれまではチャリだったの？いや、電車で練習に来てました。あ、電車来てた。チャリだったら遠いもんね。はい、じゃあ趣味、特技あれば教えてください。趣味は、うん、旅行に行ったり買い物に行ったりすることです。お、外国とか。はい、おお、いいね。はい、じゃあ、好きなもの、うん、嫌いなものでもいいけど。はい、はい、苦手なものは、うん、虫です。あ、虫ね。はい、じゃあゴキブリとかダメだね。はい、はい、もうダメです。ダメですね。はい、俺もダメです。はいではね、まあ、両親がね、選手ということで、まあ、元選手なんだけど、一応サラブレッドって呼ばれると思うんですよ。はい、それでプレッシャーとかありますか？まあ、なくはないですね。なくはないですよね。はい、うん、はい、わかりました。はい、じゃあ最後にデビュー戦に向けて一言お願いします。はい、まずはスタート事故には注意して、一走でも多く走って先輩の技を目で見て学んで、自分のものにできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、山崎小羽選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。